ありがとうございます。私は神宮寺隆法でございます。神宮寺隆法は鹿児島県霧島市の霧島神宮近くの法華経寺住職神宮寺隆法です。神宮寺隆法はこれまで5000組以上のカップルの復縁を実現してまいりました。今日では1日3000通以上のメールをいただいております。最近は神宮寺隆法の考えていること、神宮寺隆法の思っていることを皆様に YouTube でお話をしております。本日はうつ病についてお話をしたいと思います。うつ病の方々がたくさんたくさん私に相談をしてこられます。はっきり申し上げます。うつ病は精神科の薬では治ることはありません。パニック障害も同じです。パニック障害が精神科の薬で治ることはありません。あるいは、精神病院に入院して、精神病が治るということはまずありません。私は今まで、長い間、精神病の方々の相談に乗ってきましたが、医学でうつ病、パニック障害が治った例というのは全くありませんでした。では何が問題があるのか、簡単に一言で申し上げますと、気の流れを改善することでうつ病、パニック障害は完全に改善されます。気というのは気持ちの気、気分の気、気候の気。人間が幸せを感じるのは気持ちで感じるんです。気の問題なんです。考えて幸せではありません。この気の改善を良くすることによって、うつ病とパニック障害はたちまち改善されます。よろしいですか？うつ病とパニック障害は、気の流れを改善することで、良くなる病気でございます。病気というよりも、霊的な障害と申し上げた方が正しいかもしれません。私のところに、精神科の、精神科医の先生方がお祓いによくいらっしゃいます。精神科医の先生方はおっしゃいます。精神科の患者と接していると、もらうんですよとおっしゃいます。つまり、悪い気が流れていくんです。気の改善こそ、うつ病とパニック障害の解決の
唯一の手段です。神宮寺隆法はあなたの幸せを心からいつも祈っています。神宮寺隆法でした。ありがとうございます。